内村照義27歳、今をときめく花形ディレクターである。人によって態度を変えるのは人間として最も恥ずかしいことだ。そう信じる彼は成り上がった今も決しておごり高ぶることはない。それが彼のポリシー。お疲れさまでした。ちょっと待ってくれ。待っとり、そこ座ってろ。おら、何かいる。おら、谷口、お前もそこいる。待っとり、ディレクターを差し置いて帰る気かい。あ、そうだ。おい、お前俺の好物知ってるか言ってみろ。あの切り干し大根ですよね。はい、とりーや、うるぅ、うるぅ、バカだろや。俺の好物はマヨネーズご飯だ。俺マヨネーズご飯大好きなんだ。バカだろ、覚えとけ。すんません、あのところであのプロデューサーの南原さんが会いたいっつってあのいらっしゃってるんですけど。ナンバラ、ナンバラのクソだれか。待たしとけ、待たしとけ、あんなのよ。バカだ。いいか、スタッフのな、スタッフってのはな、現場にいるスタッフが文化を作っていくんだ。あんなナンバラごときに分かってたまるかよ。あいつがお前番組作ってるわけじゃねえんだよ。俺たちがな、番組作ってんだよ。随分羽振り良さそうじゃねえか。おはようございます。どうも、おはようございます。何やって元気かよ、分かるの。こんにちは、どうなってんだよ。おい、ハットリ、ケチャップご飯持ってけ。ケチャップご飯、ケチャップご飯好きなんですよ。俺ら持ってこい。おら、マーガリンつけとけ。今谷口持ってきました。谷口、すいません、持ってこい。おら、どうだ、お前やってます。今度の新番組企画はできたか。抜群のできてますよ。どんな企画だ、やってみろ。もう題してちびっこのど自慢。ちびお前、猟銃持ってくるぞ、猟銃を。すいません、手裏剣5段だ、俺ら。ふざけんな、こら。誰がそんな子供のガキ番組作れって言ったんだ。いや、そんな安易な企画じゃないんですよ。あのですね、あの喉仏が10センチ以上ある、そういう子供たちを集めた、そして自慢させるという、そういう番組なんです。そうか、喉仏が10センチ、そんな人間おるか、おら。ケチャップご飯こいつに食わしたれ。いや、ケチャップご飯苦手なんです。大盛りで食わしたれや。黙ってください。ナンバラさん、じゃあ明日までにいいの考えてきますから。考えてこいよ、こんなやろ。すいません、どうぞ。明日までに頼むぞ。すいません、誰が偉いんだ、誰が。あ、もちろんナンバラさん。俺だろが、はい、どけこら、俺のせい、どけこら。ナンバラさん、ありがとうございます、局長、ありがとうございます。ナンバラさん、今度あのいい店見つけましたから、またご一緒しましょう。はっとりこら、何見てんだ、おら。内村照義27歳、今をときめく花形ディレクターである。人によって態度を変えるのは人間として最も恥ずかしいことだ。そう信じる彼は成り上がった今も決しておごり高ぶることはない。それが彼のポリシー。お前そこカット割りしなくていいから、もう1時間ずっと2カメ、カット割りしなくていい、ずっと2カメ。あ、それじゃあロケハン行ってきますんで。はっつるよ、おめえてんめえ、ロケハンロケハンって、お前予算お前いくら潰してると思ってんだ。お前岡田、お前 AD のくせに2枚目なんだよ。谷口は見習え、あのボーっとした顔、あれが AD だな、分かってんな。すいません、あのところであのプロデューサーの南原さんが、うん、交通事故で入院されたそうですけど、お見舞い行かれますか。何を入院した、そうか、ついに天罰が下ったか、こらああ、今日スタッフ全員にお前祝杯あげるぞ。おい、誰かシャンペン買ってこい。ああ、こら、おい、谷口、お前今日シャンペン、誰がいるのか、シャンペン誰も、おクラッカーも買ってこい、ほら。だから、お前買ってこい、クラッカー。この度は本当にあの飛んだことで、本当にもう何お見舞いにも行けなくて、本当に夜明けのスキャットって知ってるか。夜明けのスキャットですか。おお知ってますけど。歌えや、ルー歌えなら、ルーじゃねえだろ、鼻から
点滴突っ込んでるんですけど。俺お前どうなってんの？大丈夫ですか？どうなってんの？鼻を外しちゃって元気なの？もう退院してきたよお前。あんなとこで寝てられるかお前。そうなんですか。ギガグは何笑ってんです？今笑ったでしょ自分で。ギガグーは企画ですか？もうバッチリのがありますぜ。もうあなたの見知らぬ世界なんてだってニャンがペッペッこれがこれ1分ちょっともっぺん言えるもんなら言ってみろ。あなたのやめてくれ。すいません、よく止めてくれました。どんなんだ見知らぬ世界って。これがもうあなた幽霊とかお前そういうお前体験記者すんじゃねえだろ。そういうんじゃありませんよ。もう斬新なやつですよ。いいですか？こう山奥のこの奥深い農村に行ってですね、世界さんっていう名前の人を探し出すんです。そして独占インタビューをする。題してあなたの見知らぬ世界と。なるへそ。そりゃどこに突っ込んだら嬉しい。やめて、そうやめて、これだけやめて、ちょっとやめて、やめて、なんだろなんだろ、やめて、映画、はい、ギガ、よく考えてこいよ。はい、ほら、どけ、気をつけて、どけ、気をつけて、どんかい、あ、スポンサーさん、おはようございます。疲れてんだこっちは。今夜の10時だぜ。朝っぱらから働きっぱなしだ。私の研究室へ。若中屋昇ると歌うたいジジイのお時間です。それでは早速ご紹介いたしましょう。時代劇で家臣が一大事を報告しに行くときに言う殿です。ところで加納さん、おいおいおい、加納さんは GM というものをご存知ですよね。 GM 知ってるよ若ちゃん。でもスケールちっちゃいよ。メートルとかお前キロメートルとかそれでかいよ。それはセンチメートルだろバカ。加納ちゃんちょっぴりおセンチメートル。加納さんはそのコマーシャルについてどのように考察されますか？来たね、コマーシャルね、コマーシャル、いいんじゃないっすか？いいんじゃないっすか？加納さんのいいんじゃないっすか？はい、これ CD よろしく。これ CD 売れとね、印税がっぽり入ってね、会社辞めてマイホーム立っちゃうんだよ。それでは CM の続き、三井のリハウス編どうぞ。やれお前、人らしくお前、だって
ってまずここに来いお前、戦いの場に来いお前、やろうお前、来い来いお前、来いお前。